ージ、アゲハチョウ、メリッサなど多くの名曲を生んだポルノグラフィティ。当バンドはボーカルの岡野明人とギターの新藤春一の2人組バンドだ。広島出身の2人がバンドマンを目指すようになったのは中学生の頃に XJAPAN を聴いたことがきっかけだった。そして高校生になると新藤はいとこたちとノースコアというバンドを結成。その後同級生の岡野たちも参加することに。初めは新藤がボーカルを担当していたが、岡野の歌のうまさに感動した新藤は彼にボーカルを譲ることに。そしてノースコアは高校の文化祭でライブを行い、その後は別々の進学先に進んだメンバーたちだったが、1994年に大阪で再会を果たし、新藤、岡野、ベースの玉、ドラムで4人組バンドを結成。大阪バナナホールで初ライブを開催し、その後は大阪を中心にライブ活動を行った。そんな中、周囲には大阪らしいインパクトのある名前のバンドが多く、僕たちも目立たないと、と感じ始める。そこでアメリカのロックバンドエクストリームのアルバム「ポルノグラフィティ」をバンド名にすることに。新たに「ポルノグラフィティ」というバンド名を掲げた彼らはアマチュアバンドを対象にしたコンテストに挑戦すると準優勝。その後1997年にはドラムの脱退を経て、ソニーミュージック SD グループオーディションでオーディション通過を果たし、レーベルとの契約を得た「ポルノグラフィティ」はどうしても憧れのサザンオールスターズと同じ事務所に入りたいという理由でサザンオールスターズと同じアミューズと契約。これを機に上京し、デビューに向けた楽曲作りに取り組んだ。そして1999年シングルアポロでメジャーデビュー。なおこの頃の岡野明人は明人、新藤春一は春一、玉は白玉という名義で活動していた。ところがデビューしたてでまだバンドの知名度が低かったため、彼らの出身地の広島では話題になったが、全国のオリコンは初登場84位という結果に。しかしその後、ミュージックステーションの出演やテレビ番組ここが変だよ日本人とのタイアップによりアポロの知名度は上がっていき大ヒット。それに伴いファンも一気に増えたが、バンド名よりアポロの方に注目が集まったため、ポルノグラフィティという名前をなかなか覚えてもらえずにいた。そのためデビュー当初はアポログラフィティと言われる場面も。 CD ショップではポルノグラフィティの作品が阿行に置かれていたこともあった。こうしてアポロは予測を超えるほどの売り上げを記録したが、あまりの勢いに一発屋ではないかと世間で囁かれてしまう。しかしその後、ミュージックアワー、サウダージ、サボテンといった名曲を次々と生み出していき大ヒットを連発。ポルノグラフィティはアポロだけの一発屋ではないことを証明した。そして2000年には NHK 紅白歌合戦への初出場を果たし、サウダージを熱唱、完全にブレイクを果たした。メンバーはこの時期を振り返り、ポルノグラフィティイコールアポロというイメージの払拭にはかなり苦労したと語っている。そして2001年にはシングルアゲハチョウが大ヒット。アゲハチョウが使われたタイアップの資生堂の CM にはメンバー本人たちも出演している。ところが2004年、さらなる自身の追求をしたいとの理由によりベースの玉が脱退を発表。こうして2人組バンドとして再スタートしたポルノグラフィティはその後もジョバイロ、羽馬ライダーなどをリリースし、精力的な活動を続ける。そして2008年には岡野が一般人女性と、新藤が長谷川京子との結婚を発表。また2016年にはシングル「ザ・デイ」がアニメ「僕のヒーローアカデミア」の主題歌にもなり大ヒット。さらに2019年には約10年ぶりの東京ドーム公演を開催し、メジャーデビュー20周年を迎えた。アポロでブレイクを果たし、その後も数々の人気曲を世に生んだポルノグラフィティ。彼らの勢いは今後も加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また
他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。